朝日スーパードライ。サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルでした。さあ、はい、ということでお兄ちゃんやってきてまいりました。あなた一つ忘れてることありませんか？何ですか？あなた普通の日本ギスで、え、今日あなた、え、今日あの私たちガンギマリスブラザーズって言ってく、当たり前じゃないの。あなたまず私ごめんなさい、あなた食器レビューオンザビーチやるんだから、私ごめんなさい、何、私普通にサバイアチャレンジェスティアとか言って普通にやってますけども、ちょっと申し訳ございません。あなた何忘れてるの、まあ、もしちょっと日本語一瞬だけ私で、ね、上手くなっちゃいましたね。私たちもしかしたら多分おそらくこのチャンネルでまともな日本語話す日々はもうなくなりました。ちょっとね、喋りたくないちゃいました、ね、喋りたい、普通に喋りたい気持ちも山々ありますけれども、喋らせてもらえない、やはりがね、こういうものが絡んできた場合、もう私たち日本語が下手になってしまう、完全にね、もう発作が出ちゃうわけですよ。出ちゃいますということで、はい、ちょっと挨拶を挨拶だけはまあね、久しぶりのまともなやつ、ね、まともなやつ聞かしたかったんです、皆さん。ということで、はい、本日皆さん、はい、おそらくジャンゲルサモネニスも勘のいいで鋭いですた、頭ぶち抜いてる、頭ぶち抜いてるやつは全員わかります、はい、本日をアイスボツキスに最も合うドリンク決定戦やってみたこちらでございますよ。素晴らしい夏先取り企画を、もうこれからこの動画を見ればこの先アイスボツキスにそもそもの話、皆さんちょっと待ってください。確かに一回ちょっと前提ね、フォーエグザンプル、皆さんアイスボツキス、はい、皆さんご存知ですね、こちらあの森永が生んだ奇跡のな商品確かに森永が生んだ奇跡の商品、夏で一回は必ず食べるアイスクリームじゃなくて、これ私アイスレビューやってないけど、やこれ1位、これ不動の1位これが1位、夏にこれ食わないやつはもうアイス食うな、はい、もう動画閉じてください。もうこれアイスボツキス、はいはい、グレープフルーツ味ですね、はい、いろんな最近味も出てきてますけど、元祖こちらグレープフルーツ味のアイスボツキス、こちらクロートは、はい、こちらにいろんな飲み物を入れて味変して、はい、おしゃれな飲み方食べ方をします。カクテルみたいな感じでね。そうです、夏にはもう最高この組み合わせ、アイスボツキスと何か少し入れて飲む、これをコツポにしてそのままいっちゃうみたいな、これがかなり実は一世を風靡した飲み方、はい、食べ方なんです。素晴らしいですね。本日は、はい、その先、このまだ未開拓なドリンクとアイスボツキスの組み合わせを、はい、誰よりも世界初世界最速で皆様にデステルにお届けしたいと思いますなんて有意義な企画なんでしょう。これはもう間違いなく永久保存版でございます。ミリオン再生間違いない間違いない。だって辛口評論家で有名なサバヤン兄弟が、はい、忖度なしズバズバギジギジ辛口コメンティスで評価したナンバーワンが本日決まるわけです。そういうわけですよ。ちゅうことで、ちゅうことで、まあ、やっていきましょう。今回かなりのドリンクスを用意しました。めちゃめちゃある。ガガコ外にも置いてある。アイスボツキスも16個買ってきました。それをね、もう全部駆使していろんなね、定番のドリンクスからちょっとヤバめなやつ、そういうことで意外なところにもちょっと注目してやっていきましょう。やっていきましょう。よろしくお願いします。シャル、はい、ってことで何も変わってません、はい、何も変わってませんね、はい、ってことで、まず皆さんアイスボーツケスちょっと一回食べてみましょうか。確かに、まず味そのもの本来を、ね、味わってみましょうってことで私まだ今年一回も食べてないわよ、アイスボーツケス。うわ、これ ねこれ夏に、夏って感じしますよね。もうね、うまいのよ。ちょっといただきます。しなさい。あなた近く過敏のクソジジイじゃないのねクソジジイよバカよ、あの、ちょっとコップください。痛い。はい、ということで本日はこちらを移して、はい、で中身にドリンクを入れて飲む食べるというのをやっていきます、はい、本来ならもうこっちに直で入れちゃうんだけども、はいはい、今回皆さんに視聴者にも分かりやすい透明なコップを入れてやっていこう。じゃあまずはちょっと入れます。まあこんなもんでいいです。こんなもんですね。でこちらにまずはじめに、私実は、はいはいはい、このアイスボツキスドリンクスの、はい、まあ、生みの親というのはちょっと語弊がありますけれども、ね、はい、かなり語弊がありますけれども、大幅に昔からやってた。これはもうちっちゃい中学生小学生の頃からもうやってた。こそがけのだから何十年前から私これやってました。あ、そうなんですね。でその時の、はい、やっぱり不動の人気、そうですね、こちら三ツ矢サイデス。三ツ矢サイデス、三ツ矢サイデスと、だからこちらね、
三ツ矢サイダーも1884年からあるドリンク、朝日が生んだ奇跡の飲み物、これも奇跡ですからね。で、奇跡の森永が生んだ奇跡のアイス、奇跡と奇跡のコラボレーション、これに勝る味は実はない。これが定番なんですよ。まずはこちらを試飲してみたいと思います。なるほどね、よろしくお願いします。さあ、わあ、この比率を見ます。そのぐらいでいいですね。そうです。で、これをいただきます。まずは白。わあ、決まっちゃいましたね。超うめえ。炭酸っていうのがいいね、本当に。ごめんなさい、評価 5.0 5.0。 もう文句ない。確かにこれね、酸っぱさと甘さのバランスね。というのも皆さん、水やサイエス飲んだことがある人ならわかる。最初は確かに飲みたい、でも後半になるにつれて少し甘ったるい、少ししんどいという感覚がかなり出てくる。その中でこの森永のグレープフルーツの酸味とさっぱりした味の見事な調和、見事なマリアージュで全ての欠点をお互い補い合って出来上がった奇跡の商品。これ大丈夫お兄ちゃん、しょっぱだからこれでいいんですか。全てはここから、これはもう分かりきった。おそらく 何か出してたらそんなん知ってる、他のやつやるって言って、でも知らない人のために今これやりました。一回ね、まず 5.0 紹介させていただきました、はい、ここからでございます。ここからが本番でございます。次こちら、おわー、小塚氷です。これは意外とやってないんじゃないか、みんな。これね、でも小塚氷さ、はい、レモンの小塚氷たまに出すじゃん。わかります。俺それに近いニュアンスになるんじゃねえかなと思う。確かに確かに。音、こんなもんでいいんじゃない。わあ、これどうなんですかね、お兄ちゃん。いただきます。こちら、評価ズバリ 4.3 4.3 ね。いや、これね、ファーストインプレッション、美味しいです。間違いなく美味しい、はい、はいはい。ただ、コーラの主張がちょっと強いです。コーリスの甘みがちょっと強すぎて、この森永が生んだ奇跡の商品のアイスボーツクス本来の旨味がちょっと消されてしまっている。つまりマリアージュがあまりできてない、あまりできてない、完全に分離してしまっている。かなりマリアージュを感じにくい組み合わせでは、はい、つまり美味しいは美味しい、まずコーラも美味しいし、アイスボーツクスも美味しいから、はい、悪くはないけど、あの相乗効果でよりうまくなってるかと言ったらちょっとなってない。なるほど、あくまでも足し算掛け算にはなってない、うん、なってない。なるほどね、完全に、1たす1は1でございます。なるほどね、わかりやすい説明。はい、ということで次行きましょう。これは 4.3。 私が気になるこちら、オロナミンゼ。オロナミンゼ、これはでも有名ですわ。あの、いわゆるサウナーたちはこれ結構やってます。はい、いただきます。はい、これ有名なの、うん、アイスボーツキスにオロナミン C 入れるの。あなたはそっちって言ってた。あの、私はサウナーなんで、あの、サウナーはこちらです。サウナオロポって言うんじゃないの。まあ、オロポもやるんですけど、これもやるの。これもやりますわよ。欲張りさんたちなの。はい、欲しがりす、欲張りす、欲しがりすだよ。サウナたちは欲しがりすなんです。じゃあ入れさせていただきます。こちら、オロポに近しい部分はありますけど、申し訳ない、はい、これはね、コーラと一緒。これはコーラと一緒。やはりオロナミン2の主張がこれまた勝ってしまう、まあ、確かにね。やはりこれなんて言うんだろう、三ツ矢サイデスって味はね、やっぱサイダーだからいわば甘みなんですよ、うん、で、かすかな風味みたいなのがある。だからアイスボックスと完璧なマッチングを果たしてるんですけど、なるほどね。やはり味の主張が強い、あオロナミン2が。お兄ちゃんとしてやっぱりこう絶妙なところを狙ってるんですね。そう、私はもうこう本当なね、奇跡を生み出したいわけ。なるほど、ね、掛け算を見つけたいんですよ、私は、はい、これはでも私だ、まあ、まずくはないでしょ。でうまいよ、うまいでしょ。だからでもコーラとツェカって言ったら私は、いや、これいや、だから決められない。まあ、私はツェだね。ツェの私はツェ多分ね、はい、好み分かれると思う、はいはい、一概にどっちが上とか言えないけど 4.3。 まあ、ただ似てるわね、その美味しいです、うん、結果としてはね、結果として美味しいです。あとはもう味の好みの問題、そういうことでございます。さあ、続きまして、はい、ちょっと私ね、マリアージュという観点で、はいはい、やはり発見をしたい。つまり今この系統でいくと、味の濃い炭酸飲料を入れてしまうと、はい、やはりそちらがパワーバランスで勝ってしまうという統計データがもう出てる、まあ、ある程度分かってきましたね。2つ食べたところもそういうことになってる、はい、つまりちょっとこういうね、キリンレモンであったりとか、はい、少し薄めのこういうスパークリンクラフトサントリーのジュワッと梅ソーダ、こういう少し風味のついた炭酸飲料ぐらいが意外と奇跡を生み出すんではないでしょうかって。確かに、ちょっとこっちどっちかやってみましょう。まあ多分似てるようなドリンクスなんで、ジュワッチです梅ソーダにしよう。ジュワッチです梅ソーダ、こちら
はね、私結構期待できると思います。いや、私もそう思うのよ。いきます。どうですか、ちょっとこれやばい。あ、これすごいかもしれない。どうですか。ほんと？いいです、どうですか。うそ、来ました。ちょっと奴らにちょっと食べさせよう。確かに確かに。カナツベスとユーチスに。これ 5.2 よ。これ夏にはもう最高かもしれない。ぺっちゃん。美味しい？めちゃくちゃうまいこれ。ほんと？さっぱりだしね。そう。どうですか？これね、またの、すぐ飲みたくなる。癖になる感じがある。そう。普段さっきもコーラもオロナミンさえもやっぱりちょっと飲んだら正直しつこくなってくる、うんうん。こいつやべえよ。うん。えげつないポテンシャルの持ち主現れました。これ来ましたね。こいつを天然水サントリー。そもそもこれマジうまい。まずまず、あ、そもそもね、そもそもロン、こいつすげえ仕上がり、うん、甘さ控えめな感じですよね。サントリーさすごいよ。 5.2 いい会社や。すごい。 5.0 超えます。ま満点を超えての 5.2 来ました。さあ 5.2 来ましたよ。おめでとうございます。うわ、これちょっとすごいわ。いや、これは来ましたね。確かにお兄ちゃん予想当たったね。このやっぱ抑えめなこういう系のやつがやっぱり、こっちも試したい私。いいわよ。じゃあ皆さん、今のところすごく美味しいものを私は作っておりますが、はい、こちらの動画の後半やばいことになりますので、ぜひ引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。後半すごいことになります。何かは言いません。やばいものがいっぱい出てきます。楽しみに待っといてください。ここで多分ね、飽きてきたかもしれないという人たちのためにあえて特別な情報を少しだけネタバレします。欲張りですね、皆さん、ね、トマトジュースとかアサヒさん、アサヒソープドライとか、こちらワインですね、ビューノとか、はい、いろいろ出てきます。まだまだやばいのあります。こうご期待ください。さあ、キリンレモン、もうこれもすごいよ。だからこれでも多分似たような系統ですからね。どうですか。これもうまい。これもうまいわね。で、ちょっと話戻して、こちらおそらく入手困難だと思います。意外とどこのコンビニエンスストアにも売ってるかって言われたら意外と置いてない可能性がある。確かにスーペスとかに売ってなかった。そう、だからそういった意味でレア度も、星マックス5だとしたら星多分3点いや4ぐらいあるかも、はいはいはい、レア度、レア度ね。だから見つかったら絶対にやってくださいっていう新商品、はい、こちらは比較的多分ね結構置いてある。確かに私結構よく見る、うん、評価もうズバリ言います。 5.0 5.0。 申し訳ない、あのこれね、しっかりマリアージュしてるし、三ツ矢サイディスは美味しいけどちょっと変化つけたよーって人はぜひこちら買ってみてください。こちらかなり万人受けしそうです。万人受けしそう。梅嫌いな人とかいるじゃん。いる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 。だからこっちは割ともう安定してる。これは普通にうまいです。甘いし、ちっちゃいお子様にも持ってこいでございます。クソガキも飲める。クソガキすぐ飲める。はいはい。一回ちょっと挟みますか。挟むちょっとちょっと冒険お兄ちゃんしますか。最後もう一個だけやらして。あ、全然いいわ。本当に最後何やりたいんですか。ソーティーライチ。ソーティースライチ、これはでも絶対うまいのよ。こちら初めての非炭酸飲料。あ、確かに普通の飲料です。確かに確かに確かに。こちらは、はい、おそらく唯一普通の飲料水、まあ、カンピスも多分美味しいんだけど、ソーティーライチ、これから熱くなります、はい、ちゃんと熱中症対策に備え、かつうまみ、味を美味しい、このソーティーライチをアイスボツキスと混ぜたら、おそらくちっちゃい子供たちもすげえ喜ぶ。確かにデザート感覚で塩分補給ができる。私ソーティーライチ非常に好きです。ちなみに私これあの久我山の校内合宿の時に京都先生が500本ぐらい差し入れくれてそうなんですね。そうだよ、全部全部飲み物全部ソーティーライチで、匂い嗅ぐだけで地獄の練習がフラッシュバックしてきます。自動販売機、久我山の自動販売機売ってましたよ。いきます。でも甘いわね、うん、さっきまで飲んだやつよりは全然甘い。なんでか分かる。炭酸の通覚がなくなるから、パチパチの。なるほどに。つまり甘りだけ、甘みだけをダイレクトで舌が認識するから、あなたは甘さを感じてる。あ、そういうことか。そういうことで。お兄ちゃんすごいお医者さんだよね、完全に。いや、もうすべて人間の原理を分かちく、あのだからすごい感じちゃう。あのヨーロッパの室伏って言われてたから。あ、なるほどに。そういうこれは正直 3.5。 うん、3.5。夏とかですね。でもなんか確かにでも期待値かなり高かったじゃない。どうして？何よ。何か食べてみて。何ソーティーライチがなくなった後の氷がうめ。なぜかって言ったらソーティーの絶妙なライチ感が少しだけ残ってる。風味として残るっていう感じね。
味としてではなく、さっきしつこかった甘みが消えてライチの香りだけが残り、グレープフルーツの氷が引き立つ。つまりライチを入れます。ソルティライチ、これを食べずに全部飲み干します。すぐ普通にソルティライチだけ味わう。そう、すぐ飲み干しちゃって冷えたソルティライチで、その後残った氷を食べるとめっちゃうまい。一気に評価4.8。一気に爆上がりよ。兄ちゃん上がります。バックアウト、要は食べ方を変える。そう、つまりソルティライチを氷と一緒に食べちゃうとこれもったいないです。はいはいはい、両方微妙になります。なるほどね。先にソルティライチを飲み干して、その後残った氷を食べるとバチコクそううまいです。よくそこに気づいたね、お兄ちゃん。だ、炭酸苦手な人ぜひこれやってみてほしい。確かに、苦手な人もいるじゃん、炭酸苦手。確かに。これおすすめです。おすすめです。ソーティライチ。先に飲み干して、しかも冷えるから、氷に入れることで、こちらに入れることで。一石二鳥。そう。高いよ、素晴らしいね。結構毒で持ってるし、ソーティライチ。やっぱ、お兄ちゃんグルメだからこそ気づいたよね。うまいでしょ、私。うまい、うまい、うまい。この気づき。わ、そこ、素晴らしいよ。はい、皆さんグッドボタン。グッドボタンまたお願いします。ってことで、まずこれいこう。まあ、冒険しましょう。トマティアス上司です。ダメよ。いや、わからないわよ、お兄ちゃん。これはいい。私トマトジュース好きやから、じゃあ入れてみます。でも多分史上初だよ。イタリアンな感じになる。そうそうそう、私たち史上初だよこれ。全人類で初めてやってるよ、私たち。すごい、くそまずそう。ごめん、混ぜるなお前バカ。50歳の汗まみれの T シャツの汗を飲んでる感じ。ガチでやべえ、マジでおえつが止まらなかった。俺トマトジュース大好きだけど、引くよ。混乱してるでしょ。で、混乱する脳みそが。そもそもトマトジュースがねっとりしてるのよ。それが気持ち悪い。ちょっと悲しいですよ。飲んでほしい。飲んでみなさい。お前飲めよ。お前美味しいもんだけ飲めると思うんだよこの野郎。そのまま言ってください。全部。これ評価-52億。-52億。これは本当にやめよう。これ罰ゲームとしてやるな。あの好奇心のある方はやってみてください。これお兄ちゃんこれよ絶対。だって日本で一番飲まれてる飲み物って言ったら緑茶じゃないですか多分。それがグレープフルーツとあったらアイスボックスと革命ですわよ。しかもまあいわば甘い抹茶だから、そう、本当に抹茶ですね。そうで、ちょっとフルーツの風味がする抹茶になるか否かの話でございます。ならねえよ。あの、この辺がいてもならねえよ。程よい苦味とこの酸味甘さ、そこのバリアージュが期待できる。伊藤園ですね、こちら。こちら伊藤園です。濁りの旨味、これ尿検査に異常値が出た人の尿だよ。濃いやつよ。完全にでもコレステロール含みすぎてる尿よ。あなた混ぜるのやめなさい本当に。いや、ウォークスは非常にオロナミン C の感じに近いよ。これダメなやつだ。やっぱバグが起きちゃうわね。要するに元々の飲み物がまずくなる混ぜ方はダメっていうことですよ。なるほどね。このグレープフルーツのアイシスがそのドリンクをさらに美味しくする組み合わせがやはり 5.0 常識を超えてくるわけです。はい、ちゅうことで皆さんバトルフィールドにご注目ください。これから、の動画は R20 になります。 R20 でございます。20歳未満の方はご一緒になれません。何の、プラスにもなりません。ただ私たちの苦しんでる表情が見れます。どうか最後までご視聴のとよろしくお願いいたします。ということで、お酒部門ですね。はいはい、今までアイスボツキスって言われたらやはり子供の食べ物、キッズが大好きなアイスボツキスだったけども、きっと大人の世界でもおそらく何かしらのプラスがあるんじゃないかな。まだみんなにただ気づいてないだけであって、実は未開拓の素敵なドリンキスが、ね、カクテルとして誕生するかもしれない。これを機にサボヤンが動画でやっていた何々ドリンク当店で新発売とかね、やり出す飲食店が出てくるかもしれない、はい、そんなやつはすぐお前らブッしに来る。ダメよなんでよ。せっかく来たって片っ端にお前を訴訟起こすから。こっちが特許、特許すぐ申請するから。私気をつけなさいね、そこのパーティー系。はい、ちゅうことでここもお酒です。アダルトですね、完全に。まずはまあやはり無難にこちらですよ。隠し朝日スーパードライ。すごいわね、お兄ちゃん。完全に本人そのものじゃないか。新スーパードライ、始まる。福山雅治の代わりに出れますわよ、あれで。朝日スーパードライ。すげえ。すげえ。すげえ。
ビール党の私としてはこちら何としてでもマッチしてほしい所存であります。私はスーパードライを信じてる。うわあ、すごいすごい、泡の感じがいいですね。理想はシャンディガフ。あ、なるほどね。ジンジャーエールとビールの混ざったあの感じ。いただきます。理想はね、理想論。ちょっと、カナツムちょ、待って、俺分からない。これはね、カナツムスにもちょっと飲んでみてほしい。あのね、初めて飲むから、口の中でエラーが起きる。そう。いやでもね、これね、もうビールって思っちゃいけないの。ビールさ、私ビールだと思って飲んじゃったから、危なかった今。なんか難しいラインじゃない。別にめちゃめちゃまずいってわけでもないけど、ビールを飲みたいのにっていう感じもあるじゃない。苦さきて、甘さきて、苦さきて、甘さきて、なんか。バトルしてる、バトルしてる。だからちょっとね、本当に変わり者なデシテルはもしかしたらちょっとこれハマるやつは結構ハマっちゃうかもしれない。中毒性のある感じ。確かに。でも万人受けはしません。万人受けはしない。だから評価は申し訳ない 3.8。 3.8 ね。万人受けはしない。でもハマるやつはハマっちゃうかもしれない。だから中には友達の飲み会行った時に、俺マジ好きな飲み物はビールにアイスボーツクとかいう生きった、お前そんな飲み方するのって言ってその場で人気者になろうとする生きり野郎は絶対これ好きとか言い出す。確かにね。はい、まあまあちょっと違います。物足りなかったですね。次ちょっとこれ試したい。男梅サービス。あ、さっきね 5.3 の奇跡を起こしたこちらのどれでしたっけ。サントリーさんのサントリーのクラフト重圧と梅ソーディス。これはサツポロですね。サツポロさん、サツポリアスの定番手塩にかけた心に重圧と梅味男梅サワー。すげえ、わびさびがすごいですねお兄ちゃん。まあ、男梅サワーはかなり幅広い世代から人気ですからね。私も結構好きです。果たして結果やいかに。来ましたお兄ちゃん。嘘でしょ、嘘でしょ。痛い。ビスコリしたあなた。今のすごかったよ、肩外れたわよあなた。私嘘を取り方お兄ちゃん。バカ梅あなた本当に。いやごめん、俺ちょ梅が好きなのかもしれん。いやこれこれはいい、うまいね。やっぱいやごめん、これを動画にしたくないレベルで、うまい。これね、あ、これは皆さんやった方がいい。グレープフルーツと梅はやっぱり鳥肌がもう一回来た。これ今年の夏多分全居酒屋で実装される。待って、しかもこれさお兄ちゃん危ないね。これアルコールあんまり感じなくなるの。そうなの、アルコールが感じなくなる。これね、今年の夏大学生はみんなこれで潰れていきますわよ。これは危ないもの誕生しましたね皆さん。うわー、やべえもん見つけてしまった。これ世紀の発明よ。これやばいね。じゃあこれ癖になる。これ変わらないんだよ。私なんか飲んじゃうもんこれ。これ酔っちゃうわよ。ごめん、これ評価100。100来ました。いやもうじゃこれ 5.0 が マツクスですけど、これ100です。 5.0 には収まりきりませんよ。全く想像しなかったこの味。これはね、やばい、悪いよ、これ悪い。これ皆さん、女性ディエシテルの皆さん、男がこれを勧めてきたら気をつけてください。ただ一つ言っとく、はい、男梅サワーはなくなる、ほぼ全く違う飲み物が生まれる。それだけは言わせてください。だから男梅サワーが好きで、なんかこれが飲みたいっていう人がやると全然違うものができるので、それだけは気をつけてください。ただマジ今までなかった新しい梅のお酒が誕生している。これはやばいね。これ普通になんかバーとかでも出してほしいぐらいですね。これこれ今年の居酒屋絶対全部出る。 100% 予言する。見てるやつは絶対出す。これ1個出すじゃん、行くじゃん、すぐ広がるから噂が。確かに。私、今のうちに言っとこう。これ私俺らが発見したから。私たちが元祖だからね。俺らが気づいた。そうですわよ、そうだよ。ちょっともう余韻に浸りすぎましたね。いやー熱くなっちゃったもん、盛り上がって。だってこれ酔っちゃうよ普通に。これずバカバカバカ飲んじゃうもん。じゃあ次行きますか。次行きましょう。私がもう一個気になるの、はい、ウィスキー。はい、これウィスキーだけだと正直まずいと思います。何をするかと言ったら、うん、ハイボールにします。あー、なるほどね。炭酸あるでしょ、あなた。ありますわよ。ロツクじゃなくて、そう、ハイボール。で、氷はアイスボックス。そういうこと。あ、いいですね。これおしゃれじゃない？おしゃれ、おしゃれ。これよー。あ、それいいね。私ね、ロックで飲むと思ってたんですよ。いや、違う。これ、美味しいわけがない。いや、美味しくないですよ。もう先言いますから。ウィスキーいっぱい飲んでますから、わかります。ウィスキーお兄ちゃんなんでね。これをハイボールにすることによって、アイスボックスハイボールというね、甘いハイボールが出来上がるという予想。
本日使用するのはチタでございます。いい、こんなもん、ちょうど氷の、この氷分。はいはい。まあ、本当は氷もっといっぱいあっていいんだけど。確かに、ハイボールはね。こう表面に約親指半分分ぐらい。なるほどね。の氷が溜まった状態を作り上げる。いいです、ね。きます。おいしい？またやばいもの作ってしまった。本当に？アルチューベリン会、これもう大騒ぎですよ、これ。これまたやばいですね。これさっきの男メタルちょっと違うけど、そのジャンルは違うけど、これね、申し訳ない、これね、原理が全て同じ。ただこれはごめん、男梅とは違って完全に分かれてるもの。ちゃんと最初にハイボールがちゃんと来る。だから別にアイスボーツキスの味は感じない。で、その後にアイスボーツ、なんか要するにおつまみみたいなずっと浮いてる状態、完全にカクテルだね。最後に噛んでこの柔らげるみたいなっていうおしゃれなドリンク。ちゃんとアルコール一瞬感じるのが 0.5 秒ぐらい。あ、アルコール来た、ガブッて噛んだ瞬間ファッて消える。これも危ないドリンクの一つになりました。すごいよ。ハイボール評価、正直私は 4.0。 4.0、 うん、妥当ですね。普通に美味しいけど、はい、1たす1は2ですね、はい、これは。ただ、まあ、ぜひ皆さん試してみてくださいって感じですね、はい。日本酒行ってみる。日本酒行ってみたいね、ちょっと。これがもしかしたら今後、お寿司屋さんであって和食のベースになりかねない。え、すごいよ。だってお寿司の大将がよ、中トロとか飲みを何しますか。ジコンのアイスボックス割りで、アイボジコンいうリャンデ。マジでそれ、アイボジコン、アイボジコンリャンデ。そんなお寿司屋さん逆にリャン入っちゃいますよ。ということで、日本酒チャレンジ。さあ、今回のお酒は白鶴だっけ、これ白鶴ですね。味わい、淡麗、甘口、飲み方、冷酒がおすすめ。ちょうどいいじゃん。あなた急に日本人になったね。日本酒読み上げるんだから日本人よ。急にあなたさっきの挨拶みたいになってきた。当たり前よ、あなた。これちょっとありかもしれない。NG? できんじゃダメ。ダメよ。あー、これはダメ。うわ、度数ちょっと高めだから。高いし、やっぱり日本酒は、日本酒本来それぞれいろんな種類がある中で、それ本来のうまみであったり甘みであったりキレであったり、いろんなものがある中で、アイスボーツキス、君ちょっと邪魔しちゃいけませんよ、それは。本当に日本酒ってやっぱ繊細ですよね、味が。そうです。だからそれをちょっと邪魔しちゃってますね。しかも日本酒ってソーダ割りとか水割りとかありませんから、基本的に基本的にそのまま飲むものですから、それに何か入れるっていうのはもうタブーでございます。むしろ失礼、本当にごめんなさい、本当に申し訳ございません。ちょっと冒険してしまいました。あと、まあ白か赤どっちかやってみて、ラストにしようか、ラストにしましょう。ちょっと氷結は皆さん自分たちで試してみてください、はい。とにかくこれがうまい、これが一応うまかった。ちょっといい感じにお酒を、まあちょっと回ってきて気持ちよくなってきたところ。ごめんなさい、赤ワインはもう先言うと絶対合わない、はい。これあなた合わないと思う。しぼみが邪魔して合わないから、入れるなら白でございます。白ね、白でいこう。イメージはサングリア。ああ、はいはいはい、サングリア。サングリアが出来上がるかい中の話。非常にシンプル。いや、シンプルじゃない、複雑。やっぱアイスボックスあると思いっきりいっちゃうからさ、結構もろにお酒のダメージを食らう。私も答え出ました、皆さん少々お待ちください。今ちょっとメンベスにも度数が高いとちょっと厳しい。そうよ、わかる。これね、非常に難しいです。なぜ皆さん今拒絶反応してるかというと、私たちアイスボーツキス入れました。開けたてのアイスボーツキス、はい、そしてすぐに白ワイン入れました。これポイントがあります、はい。これを美味しく飲むには、少し溶け始めたアイスボーツキスにワインを入れるとすぐさまマリアージュが行われる。つまりデザートワイン感覚で、要するにサングリアに近い形で飲めるようになる。ちょっとアルコールも薄まってっていう、薄まって、つまり、ね、入れてから少し混ぜてちょっと待たないと、はいはい、あんまり美味しく、まあ、つまり面倒くささ、そしてコストパフォーマンス、トータルの味で言うと 2.5。 2.5、よろしくお願いします、はい。ダメです、お疲れ様でした。はい、ちゅうことで、ちゅうことで結構駆け足でやってきましたけど、本日の総括でございます、はい。総括お兄ちゃん CEO、まずソフトドリンク、はい、炭酸部門、ドリンクス炭酸の部門第1位。第1位、サントリー天然水クラフトジュワッツとオメソーダ、こちらとがアイスボーツキスの優勝決定でございます。おめでとうございます、まあ、こちらも間違いなく圧倒的でした、まあ、正直と、このこちらのキリンレモン、まあ、キリンレモン、これまあちょっと変化つけたいかもね。まあもちろん三ツ矢サイデスが美味しいけど、はい、クラッシュつくは三ツ矢サイデス、はい、ちょっと変化つけるならこの2つおすすめでございます。ぜひ試してみてください。
はい、続きまして。続きまして。炭酸なしのソフトドリンク部門。炭酸なしソフトドリンク部門。ドゥルルルルルル。世界のキッチンカー、ソルティーライチ。ソルティーライチ、こちら。いや、これがうまかった、正直。こちらうまい。しかも、まあ、熱中症対策できるっていうのが大きいですね。本当にキッズ、そして大人まで幅広く、お飲みいただける、そんなソフトドリンクかと思います。はい。私、評価も高かったです。ぜひ。そして、そして、そして、そして。本日の革命児。革命児。本日のもう、世紀の大発見でございます。レボリューションでございますよ。おそらく今後、アルコール業界に大きな衝撃と旋風を巻き起こすドリンクが誕生いたしました。激震が走った。男梅サワー。男梅サワーです。これはマストで、青年の方はマストで試してみてほしい。これこれも二十歳からの皆さん、かなりグルメで、はい、お酒にも厳しい、いろんなお酒を飲んできたサワーは太鼓判でございます。これちょっと飲んでみてほしい。飲んでみてほしい。コメントしてほしい。欲しい。飲んでコメントしてほしい、はい、ぜひね、シニアデッセの皆さんよろしくお願いいたします。ぜひ奥様とか好きな彼女さんであったりとか、今いい感じの人とかで一緒に飲んでみてほしい。お酒苦手な女の子もきっとこれなら飲めるはずです。ここだけの秘密にしておきましょう。秘密にしておきましょう。はい、ってことでね、まあ、無事にレビューが終わったということで、終わりましたね。いや、今回非常にいい動画になりましたね。いや、これ素晴らしいね。これやってほしいっていうね、アドバイスはね、デジタルからいただきました。はいはい、本当に今回企画をご提案いただいて、デジタルありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、面白いものどんどん私たちやっていくんで、これからもどしどし、はい、コミュニティスラインスでもいいし、DMS でもいいですし、まあ、コミュニティスラインスの方が拾われる確率高いです。高いのでね、よろしくお願いいたします。あとね、グッズボタンもぜひ忘れずに、チャンネル登録キスもお願いします。ポチッとお願いします。はい、はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。